丸ってどうやって綺麗に描くの？ゆい。皆さんこんにちは、ゆるふわ絵描きのミルカです。本日はアイビスペイントを使って綺麗な丸を描く方法を紹介していきたいと思います。結構簡単にできる方法なので初心者さんにもおすすめです。後半には応用編もあるのでぜひチェックしてみてください。今日の目次はこんな感じ。ぜひ見たいところから飛ばしてみてみてね。それでは早速やってみるか。本日もアプリはアイビスペイントを使っていきます。黒でも青でも機能は一緒なのでどっちでも大丈夫です。ではまずキャンバスを開いたら早速丸を描いてみましょう。この定規マークを押してこの丸い定規が出てきます。ここをタップするとこんな感じで丸が出てきます。これが丸を描く定規です。でここにこの丸さえ出てればあとはどこに描いてもこんな感じで丸になります。よくね勘違いしてる方が多いなって感じるのがこの線の上じゃないと描けないって思う方もいると思うんですけど、実はね線の上じゃなくてもどこでも綺麗な丸が描けます。でこの丸を動かしたい時、例えば今真ん中にあるんですけどもっと上の方で丸を描きたいとかっていう時はこれを動かしてこの辺とかに描いたりとか、さらに動かしてこっちに丸を描いたりとかもできます。ただこの丸い定規が出てる状態だとどこに何を描いても丸になっちゃうので違う絵を描きたい時にはこれを解除しなきゃいけないです。そうする時にはもう一回定規マークを押してこのオフのところを押します。そしたら今定規のマークが消えてこんな感じで丸以外の絵が描けるようになります。丸は丸でも違う形の丸が描きたいっていう時にはもう一回定規マークを押して今度はこちらこの細長い丸を選択します。この丸の定規は正方形の丸ではなくてこんな感じで自分で好きな形の丸に調節ができます。なので例えばお皿を描く時とかグラスのこの上の輪っかの部分を描く時とかちょっとね形が変則的な丸を描く時に使えると思います。これもあとは使い方は一緒です。このまま描いていくとこの形になります。もっと狭くしたいならこんな感じで狭くすることもできます。解除の方法も一緒で定規マークを押してオフを押すと解除ができます。簡単にできるのでぜひやってみてください。ミルカは普段どうやって使ってるの？ということでここからは応用編をやっていきたいと思います。例えばさっきの説明にもあった通りいろんなこの丸を描くところに使えるので、このオムライスのお皿もさっきの丸定規で描いてたりとか、あとはこのグラスの上の部分ですね、ここの部分も定規を使って左右対称にこう描いてたりとか、あとはこの背景を描くときにこう丸の定規を使って描いたりもしてます。そして皆さんがね気になってわー飛ばしちゃった、キラキラのイルカさんが、これファンの子にもらったやつです、ありがとうございます。結構ね質問に多いのがこれですね。この TikTok とかでやってる名前書きのプレートなんですけど、これも定規を使ってて、これね見てもらったらちょっとわかると思うんですけど、このレイヤーを全部隠すと、はい、もともとこんな感じで丸を配置してそこにクリッピングをつけてこう絵を描いていってるって感じです。なのでこうしたらこのここのところで頑張って線を切らなくてもこのクリッピングさえしてるので、これわかるかな、こうやって例えばはみ出て描いたとしてもこのクリッピングさえしてしまえばこんな感じでちゃんと丸に収まるので、こういう時にも丸の定規は使ったりしてます。クリッピングってなんやねんっていう方はぜひこちらの動画を参考にしてみてください。他にもこのチャンネルではいろいろアイビスペイントの使い方だったりとか絵に関すること、それから私はもともと水族館で働いてた経験があるので海の生き物のことも伝えたいなって思ってます。もし気になることとか聞いてみたいことあったらぜひコメントに書き込んでみてください。それではここからはライブの切り抜き映像です。ぜひお楽しみください。皆さん、なんとなんとですね、登録者数が
15万人突破しました。イエーイ。いつも本当にありがとうございます。この調子でどん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 もっと大きくなれるように頑張っていきたいと思います。イベントが決定しました。パチ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 。4月15日に仙台でイベントがあります。で今回はね TikTok さんの方に声をかけていただいて出演することになりました。あ、ごめん、プロフィールのリンクって書いちゃってるんですけど、一応このライブの説明欄に後で載せておきますね。よかったらぜひぜひ遊びに来てくれたら嬉しいです。でちょっと仙台遠いわっていう子たち、実はですね今年のイベントこれだけではありませんので、ぜひぜひお楽しみにしといてくれたらと思います。で当日ね、普段はねネットとかでもグッズ販売してないんですけど、グッズ販売もしますし、あとファンレターとかも普段は受け取りしてないんだけど、このイベントの時のみファンレターとかプレゼントの受け取りも OK です。あと写真撮ったりとかサイン書いたりとかもちろんできますので、よかったらぜひ遊びに来てくれたら嬉しいです。でこのイベントの時にもう一個ちょっとお知らせがあって、オムライス兄さんって知ってますか？ちょっとね YouTube だとショートの方で一回コラボ動画を出させてもらったことがあるんだけど、 TikTok ではもう1年前ぐらいかなから仲良くさせてもらってるクリエイターで、結構ね何回か会ったりとかしてる方で、でそう、そのオムライス兄さんことオム兄とねコラボグッズをちょっとこれがオムライス兄さんなんですけど、コラボグッズを販売することになって、今とりあえずですねT シャツのデザインが決まっております。ちょっとね普段のゆるふわイラストとは全然違うタッチで私頑張ってみたんですけど、お楽しみにしといてください。今日は卒業式準備でした。あー出たよ準備。パイプ椅子めっちゃ並べん。私あそこ好きやった。あのさ、うちの学校さ、ステージの体育館のねステージの下のところが引き出しみたいになっとって、そこに大量にパイプ椅子が入ってるんよ。なんか卒業式の準備とかの時だけそこから引き出してパイプ椅子をこう取り出すんだけど、その引き出しを引くのめっちゃやりたくて、そのめっちゃ積極的にやってた。え、それはやりたいっつってあの引く係ね。なんかほら子供の時ってさ、普段触れんもん触りたくなるやん。あれが触りたくて仕方なくてさ。え、みんなパイプ椅子何個まで持てる？なんかあれあるやん、こう片手にさ、ここら辺とかこう引っ掛けてさ。私でも頑張って3つとかなんやけど。パイプ椅子12個ってどうやって持つの？腕に引っ掛けるってこと？やばくない？腕もげるで。あ、肩に担ぐタイプだ。おったわ、野球部の子とか。なんかほら、なんかさ、あの卒業生起立みたいな言ってくれたらええのにさ、たまに言ってないのに立たなあかん時とかあるやん。あれやめてほしい。えーってなる。なんでみんな立ってる？あ、そうや、来賓の人が歩いてるからやみたいな。もうなあ、気抜いとったらさ、みんなバッとおーみたいな置いていかれるやんか。おいと思って。あれ嫌ですね。